ベップ弁天地は、山口県三市周宝町大和ベップ水上にある池である。池から湧き出る地下水は1985年、ベップ弁天地湧水として、名水百選に選定された。マイン、秋吉台、ジオパークのジオサイトとなっている。秋吉台のカルスト台地に含まれ、ドリーネの池の底から湧水し、日差しの角度により、コバルトブルー。 または緑色に輝く。周報道と共に、秋吉台を代表する観光地でもある。別府弁天地と周報道の湧水は、カルストの特有のカルシウム炭酸水素塩の水質であるが、周報道の水質は別府弁天地に比べて、電気伝導度等の大きな違いが見られる。別府弁天地の湧水は、秋吉台地の北端に分布する非石灰岩質の、 チャートに浸透した水が、他の大水層から地下水として流出すると考えられている。弁天池は、別府厳島神社の境内にある。伝説によれば、片田の長林という林を開墾するために日夜、努力していた当地の長者が、夢に現れたおじに二つの釜を託され、指示通りに林を切り開いたが、水がなくて困っていた。そうしたところ、 諏訪明神より、これより北にあるべざい店を勘定して、祭りをすれば、必ず神の恵みがあるとのお告げがあり、早速二者を混流し祭りを催したところ、その夜に若に水が湧き出してきたとのことである。同神社では、毎年9月の第一日曜日に行われる、弁天祭に、別府念仏踊りが奉納されている。水温14、摂取5度、 カルシウム含有量が 20ppm と適量である。ため、人間の味覚に合う。湧出量は、毎秒約168リットル。浄水道水源、灌溉用水、マスや長ザメの養殖に利用されている。名水百選名水百選、環境省、次に行くなら、山口、三谷、別府弁天地神秘的なブルーの湧水。 日刊工業新聞2018年5月11日2018年8月25日閲覧日本の湧水山口県秋吉台の名水別府弁天地と秋吉台の湧水日本地下水学会山口県ふるさとづくり県民会議編ふるさとの水1991年3月31日山口県ふるさとづくり県民会議 P87 別府弁天地の名水で キャビア生産目指せ、長州産業が飼育開始。山口新聞2018年4月11日。ありがとうございます。